いたい夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができんならどうでもいいと思えた。その頭と腹の奥がぐしゃぐしゃになったって。